じゃあ改めましてこんにちは、たまちゃんって言います。よろしくお願いします。あのね、去年だっけな、去年のね9月ぐらいかな、あの鹿児島でね講演会とワンデーやった時にね、筆文字ワンデーが2人っていうことがあったんですよ。ほんでね、講演会はその時は宮崎からねお菓子3人組が来てくれて、5人になったんですけどね。でその時、わ、最小人数やって、これ伝説やんけとか言ってたら、こうなんか鹿児島から遠く離れたこの紋別の地で今度は講演会2人っていうね、これ伝説ですよ。これあのね、早く1人にならないかなと思ってるんですよね。1人ってもう伝説でしょ。で私あの手挙げてくれる人1人いれば行きますよって言ってるのでね、ほらこの時に行ったやんみたいな証拠になりますんでね。だって北海道の紋別2人でも来ましたっつったら、これ確実に伝説に残りますんでね。だからね、今日ワクワクしてきたんですよ。でね、なんかね、さっきここで見ながら思ったのはね、私学校の先生だったでしょ。で普通は40人ぐらい相手にするんです。ところが私初めてその僻地の学校に行ったわけですよ。僻地っていうのはその山奥の学校。ほんだらね、私の目の前に来たクラスの子たちが3人っていうのがあったんですよ。私その40人から3人になった時にね、すげえカルチャーショック受けたんですよ。これどういうふうにこう教えていけばいいんかなって、間が持たないと思ったんですよね。でもそれで3年間修行したらね、間が持つようになったのでね、私何人でも大丈夫ですんでね。全然平気です。でね、今日はなんとね、耕せ長野のメンバーからね、この間長野で講演会やってきたんですけど、また私が例の調子でベラベラ喋ってたら、質問に答える時間が全くなくなったんですよ。で残り15分とかいうボードが出て、って残り15分であなた質問って2つしか答えられなかったんですよね。ほんでね、どこかで喋りますから言うて、私カバンに忍ばせたのを昨日発見して、あ、神様ありがとうみたいなね。ほんでこれと皆さんの質問もね、また喋りながらね、なんか1個でも持って帰れるものがあったら持って帰っていただければと思います。じゃあ行きましょうか。ね、さっき聞きたい話あったらどうぞみたいな感じで言ったんですが、こっちから行きましょうか。たまちゃんに質問です。会いたい人に会いに行くとして、ただ目的が会うだけだと、何しに来たんだと怒られたことがあるんですが、会いたいだけの理由で行ってもいいんですか。なんやこれ。怒る方も怒る方でしょこれ。なんで怒るような人のところに行ったんですか。本当に、私会いに行っただけですよ。私の人生を変えたのは、私とフェイスブックでつながってくれたたくさんの人にね、お礼参りや言うて会いに行ったのが大体そもそものスタートなんですよ。で会いに行ってね、みんなから言われましたよ、何しに来たのって。いや決まってるやん、ありがとうって言いに来たんだよっつって、ありがとうって言ってハグして帰ってたんですよ。ほんで帰ってたらね、そんなおかしい、そんなやつ見たことがないって、いうここにいるやんみたいなね、じゃあねとか言って帰ってたらこうなったのでね。いいんじゃないんですか。会いたいだけの理由で、会いたいだけの理由で来てくれたら一番嬉しいですよね。だって他に、普通は他に理由があるんですよ。何かのついでに来ましたとかね、何かとジョイントで来ましたとかいうのは大体普通ですけど、あなたに会いにね、あなたに会うためだけに来ましたって言われたら、さ、相当嬉しいですよ。でね、怒るような人とはご縁がなかったと思えばいいんですよ。それが登場の仕方をミスったんですよ。どういうふうに登場したのか分かりませんけどね。いやいや、会いたいだけの理由で来るなんて、こんな素敵な人とね、ご縁を紡ぎたいに決まってるじゃないですか。こんなおかしい人とご縁を紡ぐと、絶対おかしい扉が開くんですよ。ですよね。いいんじゃないですか。会いたいだけの理由で言っていいんですよ。いや、会いに来ただけって言えばいいんですよ。じゃあねって言えばいいんですよ。そこでダラダラせずにさっさ帰ればいいんですよ。ね。誰でも平等に愛を持って接するためにはどうしたらいいですか。いや、この人ね、まあ、この人つっても2人いる1人ですから、なんとなく話は分かるんですけど、まあ一応一般論としてこの人ね、平等に愛を持ってません。はい、誰でも平等に愛を持って接するためにはっていう質問する人にはね、共通点があるんですよ。愛さなければいけない人を愛してないんです。それが自分なんですよ。誰でも平等に愛を持って接するためにはって、まず真っ先にしないといけないことは、自分に、自分で愛を注ぐことなんです。全ての始まりは自分からなんですよね。自分が
まあ大好きとは思えなくても、あ、自分でよかったなって思えること、あるいはその自分で自分を褒めることをやる、それがねすごく大事なことです。愛ってね、なんて言ったらいいのかな、こう溢れてくるんですよ。その平等に愛を持って接するためにみんなにね愛をあげなきゃいけない、あげなきゃいけないって言ってる人たちは、まあ愛のコップがあるとするじゃないですか。そのコップの中のね愛っていうのがちょっと少ないんですよ。で、少ないのにあげようあげようとするから辛くなるんですよ。愛ってね、コップから溢れたものでねあげていく、まず自分を愛することが一番最初ですよ。なんでね、あの自分を大好きって言ってください。これね、私はアホでしたのでね、鏡に向かって言ってたんですよ。お前イケてるねとかね、やればできるやんとかね、かっちょいいぜとかね、ほんと通報者ですよこれあのそれを鏡に向かって毎日7年ぐらいやってたらね、こんなおかしくなりましたんでね大丈夫です、あのやればいいんです。で、その笑顔の鏡もどっかに行ってしまったんですよね、悲しいことに。その笑顔の鏡売られましたんでね、はい、本当にもうあれ本当にね、たまちゃんファミリーでね、あのオークションにかけたらね、相当な高値がついたよとか後で言われてね、それはそれでなんかやらしいやないかみたいなね。で、この間もね、私ね、さんざっぱら私の服はなくなったんですよ。だって私こんな格好で全国行くようになったでしょ、6月ぐらいから。そしたらね、ある時言われたんですよ、もうこの服いらないよねみたいな。それってどういうことですかねって、つまりもう元には戻れないんですかねとか言ってね、もうね、私も半分やけになってね、あのタンスの中に入ってた衣服全部リサイクルショップ持ってきましたよ。だって全部リサイクルショップ持ってったらね1200円だったんですよね。何なんだよって、俺の服をキロ単位で買うなよって、キロ20円ですとか言って、おいみたいな。それもね、この間そういう話をしたらね、何やその服オークションにかければよかったのに、そんなめんどくさいことするかみたいなね。本当に何の話ですかねこれあの自分を愛してください。人見知りをなくすまでの修行中の話、あー、これね、あゆみんがね、ここすごく共感したとこでしょ、すごくわかるでしょ、全く一緒でしょ、一緒なんですよ結局は。私のね、ブーちゃんもそうだよね、私の元に集まる人ってね全部一緒なんです、結局は私とかつての自分なんですよ。だから皆さんの周りに今から集まってくる人たちね、どこかにかつての自分の面影をね携えてやってくるんですよ。だから言う言葉は決まってる、わ、気持ちわかるって言うためにね、辛い思いしてきたんかなって思っときゃいいわけです。私ね、本当に人見知りが激しかったの、人見知りが激しいってイコールね、たくさんの愛情を注いで育てられてきたっていう証拠らしいですわ、小さい頃にね。で、たくさんの愛情を注いでこられたから、だから人見知りになるらしいですわ、心理学的に言うと。分からない時代にね、うん、分かってからはね、結構そういう人たちに限って、私愛情ない、なんていうのかな、わ、別にほったらかしに育てられてきたけどなみたいなこと言うんですけど、私もそうでしたけどね、あの覚えてない頃すごく大事にされてるらしいです、はあ、本当ですよ。だから人見知りって、あ、愛いっぱいに育てられたんやなと思っときゃいいんですよ。で、私人見知りが激しかったのでね、必ず人とお話しするときは敬語と丁寧語やったですわ。だから誰よりも敬語と丁寧語がうまく使えたんですよ私。だから年上からすごくね可愛がられたんです私。だって、あの敬語とか丁寧語の使い方ってね結構難しいんですよ。で、なんであなたこんな言葉知ってるの、中言葉まで使うことができますのでね。で、あの年上の方からすごく可愛がってもらったんですけど、なかなかね同世代の人とは仲良く付き合うことが苦手だったんですよ。だから本当にね、ごく一部なんです私の友達って。本当に気心知れた連中、1年ぐらい経つと大体気心が知れてきて、で、あのね、お前いい加減にしろみたいなこと言われるんですけど、それまではね、なかなか自分の殻を破ることはできませんでした。それでも今でもあるんですよ、やっぱりそれはそうですよ。あのね、お前嘘つけみたいな顔で見ますけどね、みんなね、その殻破るためにこんな格好してるわけであってね、スーツとか着たら殻なんか絶対破けませんのでね、こんなおかしい格好をして、おかしい格好をしてるやつだったらおかしいことを言ってもいいみたいなね、あのそういう心理になるらしいですわ。バチってした人が砕けた表現をすると、なんかバカにされたとかね、下に見られたとか思って憤る人がいるらしいんですけど、全部心理学ですよ。こんなおかしい格好をしてるから、もう見た目でおかしいから、こいつはおかしいやつだって認識するんですよ。だからおかしいことを言ってもそれがまともなんですよ。だっておかしいとおかしいで認識がずれないわけでしょ。
このね、おかしいとまともがずれるからおかしくなるんですよ。だからね、友達作りたかったらね、奇抜な格好すりゃええんですよ。本当ですよ。下田景樹さんなんかそうじゃないですか。あの人一世風靡した時にね、人見知りだったからですよ、あの人。だからあんな格好してたんですよ。そしたら全然大丈夫。それは江頭2時50分さんもそうですよ。超人見知りやったのでね、人見知りで芸人なんかなれねえと思ってたので、あんな格好始めたんですよ。チャップリンだってそうですよね、うん、そうそう、あのスタイル、わざとあんなかね、めちゃめちゃな格好をして出たのは、彼が人一倍シャイでテレアだったからなんですよ。だからね、おかしい格好すりゃいいんですよ。はい、こんな感じでいいですか。修行通でもね、人生ってね、不思議なもんでね、自分が見てる通りに展開するんですよ。私の、私43年しか生きてませんので、43年の中でしかお話はできませんけどね。私がなんでこうフランクに人とお話ができるようになったかっつったら、素敵な人しか来ないってもう決めてかかったからですよ。私の目の前に来る人はもう素敵な人しか来ない、つまり私の目の前に来る人は私より素敵な人しかもう来ないと思ったんですよ。そしたらどうなったかっつったら、本当にそうなったんですよ。全国にたまちゃんファミリーって1万人以上いるんですけどね、その1万人の全てが私よりすごいですよ。だって私できないことやってますもん。私人を呼んだこともないしね、誰かを追っかけて遠距離行ったこともないしね、プレゼントあげたこともないしね、全部私がやってないことをやってるんですよ。で、どんどん横につながっていくでしょ。私そんなのが一番苦手でしたのね、つながっていくことが。だからね、素敵な人しか来ないって思った瞬間に本当に素敵な人しか来なくなったので、人生めっちゃ楽しいですよね。私がうまくいかないときは、うまくいかない人しか来なかったんですよ。なんでかっつったら、うまくいかないって思ってたから、人生が。だからその証拠集め、まさにその証拠の人が来るんですね。だから簡単ですよ。私が何をやってもね、笑顔で許してくれる人しか来ないって思ったらね、自分いい格好する必要はもう全くなくなったんです。それでこんな格好してるんですけどね。別にタマちゃんがね、年齢性別何のか国籍も何も関係なくフランクにお話をしても、まああなただったらいいよっていう人間のできた人しか来ないのでね、実際に人間のできた私より年上の方はみんな私より人間できてますんでね、まああなただったらいいよみたいな、本当にありがたいことなんですけどね。だから自分で幸せな人生をもし歩みたいんだったら、その通りに言っとけばいいし、その通りに思っとけばいいだけの話ですよ。証拠集めしますんでね。タマチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。